聞こえますか？聞こえますか、マスター？今日は一年のうちで最も合法的に贈り物ができるイベントの一つ。そんな日にカルデア一のおもてなし力を自負するこの私が働かないわけにはいきません。なので他の方々に邪魔されないようにこの異界的な場所から語りかけています。それはよかった。さあ、それでは早速聞いてしまいましょう。この私のもとを訪れた勇士よ、ゲットしたいのはどのようなチョコですか？多種多様のチョコがありますので、お好きなものを選んでください。一粒で合力無双になれるチョコ、あるいは一粒で疾風迅雷の速度が得られるチョコ、かざすと飛び道具に対する守りになるチョコ、何があろうと揺るがぬ心の強さが生まれるチョコ、胸ポケットに入れておくといざという時に銃弾を受け止めてくれるチョコに、食べさせると敵がコロリと死ぬチョコ、おや？よりどりみどりすぎて選べませんか？仕方ないですね。全部セットというのも風情はないですが、年に一度の特別なおもてなしと考えれば別になしというわけでは。あら？ふむふむ、せっかくの女子力アピールチャンス逃したくないと。わかりました。少し残念ですが、こちらは体を借りている身です。あなたに対するおもてなしがマスターに対するおもてなしに通じる、そういう解釈で今回はあなたに譲ることにいたしましょう。それでは頑張りなさい、バゼット。あなたはお気になさらず。ここは時間も空間も飛び越えた異界、そのうちに不器用なあの子があなたのところを訪れるでしょう。どんなものが用意されるのかは分かりませんが、その時をどうぞ楽しみに。いや、いましたね、マスター。いてもらわねば困るのですが。失礼、気合の表れです。大事なミッションほど慎重に、かつ大胆に。サーチ&デストロイはいい言葉です。最初の一撃で勝負を決めるのがシンプルでいい。なので端的に言いましょう。いつもお世話になっているあなたに
バレンタインのプレゼントを持ってきました。告白します。確かにバレンタインといえば主兵装はチョコ。私も作ろうとはしました。努力することは美しい。覚えておくように。ですがうまくはいかなかったのです。私の努力は9割報われない。これは忘れてください。とにかく何度繰り返そうと、どんな達人に教わろうと、私が思い描いたチョコはできませんでした。ですが問題はありません。昨今ではバレンタインに贈るものは甘味でさえあれば最低限の筋は通るという。その大雑把さ、助かります。まさに私のためにあるようなイベントです。というわけで私はこれを作ってきました。よければ受け取ってくださいマスター。はい、ライスケーキ、いわゆる餅です。なぜこれを選んだかは言うまでもありませんね。この世にケーキは複数存在しますが、ライスケーキは努力に応えてくれるケーキ。餅つきというのでしょ。打撃の繰り返しで美味しさを増す夢の食材です。私は持てる打撃スキルのすべてを用いてこの餅を作成しました。数は数えていません。とにかくひたすらにだです。臼の中だけでは足りないと思い、臼を蹴り上げ臼ごと空中でコンボしました。99ヒットは達成できたかと。もちろんそれを99セットこなしました。自己ベスト更新です。さあどうぞグイッと私の紛れもない手作りバレンタインな品を。どうです。できたんだ私にも。それに美味しい、美味しいって、やったやった。努力は9割報われないというのは自分を卑下しすぎでした。大切なのは諦めないこと、自分で自分を見捨てないこと。そう、小さな一歩でも繰り返せば長い階段を登りきれるのです。よし、あの年齢で人類を任された彼女のためにも、頼れるサーバントとしてこれからも精進していきますよ。